ベリスコープ40ステレオリアリストフェットステレオローリオステレオカメラステレオカメラとは対象物を複数の異なる方向から同時に撮影することによりその奥行き方向の情報も記録できるようにしたカメラのことである通常は1台で両目しさを再現し立体的な空間把握のできる立体写真の撮影が可能になっているものを指すまた 通常のカメラのレンズに装着し、ステレオカメラと同じ効果を持つ写真を撮れるようにする、アダプターも存在する。現在では、機種、製造数ともに最盛期に比べてはるかに少ない。その特性から、交通事故、労災事故の操作などに威力を発揮する。基本的には、2台分以上のカメラのレンズ機構と、シャッター機構を1台にしたものと考えて差し支えない。 一つの筐体に複数のレンズが一定の間隔に並んでいることで微妙に異なるアングルの両面視差が再現され一回の撮影操作で複数のシャッター機構を同時に制御することにより動きのある被写体であっても撮影を可能にする一台のカメラで複数枚撮影することからフィルムをクりにおいてコマが重複する問題が発生するため 次に掲げるようなフレーム規格が考案された。ステレオカメラは通常のカメラと違い、一台のカメラで複数枚同時に撮影することからフィルムをくり、操作性などを鑑みていくつかの大きさのフレーム規格が考案された。代表的なものとして次のようなものが挙げられる。メートルフィルム主に紙でできたマウントの外径はル百一ミリメートル。 主に紙でできたマウントの外径は 41mm、101mm、主に紙焼きしてから干渉することが多い。主に紙でできたマウントの外径は直径 9cm ガラスパ板ガラスパ板の場合はフィルムのように切断は困難なのでマウント作業は行わずガラスパ板をそのままビューアーに挿入して干渉する。120フィルムブローニーフィルムインガシに現像した。 写真をラガン立体視する方法もあるが、ビュワー,ーと呼ばれる器具を使用することで立体視が容易になる。ビュワー,ーは製造上の理由から、平行法によるものがほとんどであり、次のようなものがある。見やすさ及び迫力の点では、光を透過させて見るものの方が優れている。また、専用のマウントのうち、リアリストサイズ、ヨーロピアンサイズについては、アメリカで安価に入手可能である。 また、見る方向によって絵が変わる、レンチキュラー処理を用いた、立体写真もある。ステレオリアリストフェットステレオ TDC ステレオビビット、スプートニクロリオステレオカメラホースマンさん、D ステレオリーダーステレオグラフィックにムゼロニシカビュー、マスターパーソナルトリッキリ、コニカ 3D コダックスナップキッズ 3D ファインピックス、リアル 3DW1 ルミックス DMC3D、 1>, 1ペンタックスステレオアダプターペンタックス LX に装着したペンタックスステレオアダプターペンタックスステレオアダプターによる撮影例ペンタックス K10D によるロリオステレオレンズイン影キャプチャー富士カラー販売立体写真アダプタートライデルタパナソニックルミックス G12.5mmF12、mm、ありがとうございます